中部エリアのウェザーニュースアップデートです。今日も冷たい雨が降ったり止んだり、昼間でも真冬の寒さでしたね。静岡市のハッピーガールさんからは、舞桜ちゃんに会いに頑張って咲いていましたよ。昨日よりも咲いたような、でも雫がいっぱいで冷たい桜ちゃん、雨よりも青空で撮影したかったといただきました。雨に耐えながら花を咲かせようとしているところがけなげで可愛いですね。雨や寒さで桜の開花はスローペース、でもその分桜は長持ちします。明日は日差しが期待できるのか、各地の天気を見ていきましょう。東海は天気回復、ただ今日ほどではないですが冬の寒さが続きます。北陸や長野北部は午前中強い雨に注意が必要、午後もすっきりしません。明日も凍えるような寒さとなりそうですね。風邪をひかないように防寒をしっかりしてお過ごしください。それでは、ウェザーニュース。